山品本願寺は、京都市山品区にあった、浄土新州の寺院。本願寺、第八世保守連如により、文明15年8月22日に完成、混流。周囲には、堀と土塁を築いて、寺内町を形成していた。天文元年8月24日、六角市と北家ケ州都により、焼き討ちされた。現在、跡地には、 上土新州本願寺派と新州大谷派の山品別院が立っており、名伝跡が大谷派の見つてる寺に、ドルヤトが山品中央公園にある。名伝跡とドルヤトは2002年国の史跡に指定されている。山品のごぼうにて子たちに房衆、ま正信ぶは三さ連の図。連女が御行として独唱するよう制定した正信家はさんを山品本願寺で練習する。 男女文明10年から造営され、約6年間で建設されたと言われている。山品盆地の中央より西側にあり、篠宮川と山品川の交流地点で、当時は山城宇治郡に属する。この地域は、東海道から宇治海道へ抜ける分岐点、交通の要所であった。天文元年の強圧法院日記によると、山品本願寺の城を割るとてと、記載が見受けられることから、 当時より城として呼称されていた。寺院が城に変化できたのは、加賀より城作り妊婦を呼び寄せて、本格的な城郭に仕上がったのでないかと思われている。山品本願寺の構造は、輪郭式あるいは、海鮮式といわれる近代城郭の縄張りであり、この周辺、この時代の戦国大名並びに、国人の居城は山城であるのに対して、山品本願寺は、 平城で一世紀前に近代城郭の要素を含んでおり、中世城郭時点には城郭史上特筆すべき城郭跡と言えると解説されている。山品本願寺の跡地は二十数回の発掘調査が行われているが、山品本願寺時代以前にも数多い以降、遺物が発掘されており、山品本願寺やその周辺では古来より要所として発展していたようであるが、 鎌倉時代以降は、急速に遺跡が発見されなくなる。これは何らかの地形の変化があり、篠宮川と山品川によって形成された、戦場地になり、水田開発が困難になったためとも推察されている。蓮魚商人の銅像鑑賞6年、最初は大谷本願寺にあったが、円暦寺衆との攻撃を受け破壊されると蓮魚は、 越前吉崎五坊に移り、大谷本願寺の再建を願い、京都に近い、この地を選んだのではと考えられている。文明十年に造営が開始され、向井所、神殿、三影堂、そして文明十三年の阿弥陀堂の落成をもって中心部、御本寺が完成する。文明十五年には、内寺内、外寺内が完成する。炎徳元年山品本願寺の東側に、 蓮女の隠居の地となる名伝が造営される。明王8年3月25日、蓮女は八は85歳で没する。その後、第9世保守実女、第10世保守、少女の時代に移っていくが、戦国の県上には山品本願寺が本格的に城郭化していったのは、実女と少女の時代で、天文元年の焼き打ちに近い時代に完成されたのではないかと記されている。 大和で暴挙に及んだ一向一揆が転身してくるとの噂に怯えるとでは、協力5年7月28日、北家一揆が放棄した。これには、北家信神社で飯盛城の戦いで自害した三好元長の仇打ちという側面もあったと考えられている。北家一揆の放棄により、細川春元は北家一揆衆と手を結んだ。改元後の同年八月十三日には、 山品本願寺の周囲に布陣し、翌日24日早朝より攻撃を始めた、後為軍によって、寺町周辺のあちこちを放火され大勢を決した。山品本願寺は陥落したのである。その際、17歳の保守、少女は、王子、実従によって、自宝ともども助け出され、大阪御坊へ避難した。ただ、山品本願寺を焼け消させても、 この戦いではまだ決着せず、同年9月末に山崎周辺で一向一騎衆と北京一気衆は再び戦闘状態に突入。この時は一向一騎衆が勝利し付近を放火、京都に攻めようと情勢になったようだが、北京一気衆が落中で内回りを行い、10月になって平成に戻った。山品本願寺の城郭部分、昭和62年度の カラー空中写真山品本願寺が、どのような寺院、城郭であったかについて、天文元年8月24日、二期水の城ではと記載されており、二つの国と言わしめるほどの壮大なものであった。山品本願寺やその周辺では、各年代の遺構が発掘されていたが、追記直前は荒野になっており、京に近く広い敷地を欲していた蓮魚にとっては、山品は、うってつけの場所であった。 規模は南北に1トル、東西に0 8トルに及ぶと推定されている。山品の地は交通の要所ではあったが、要害の地ではなかった。この地が選ばれたのは、防衛を目的にしたものではなく、宗教上の理由が高いと考えられるが、次第に周囲との圧力が生じるに伴い、防御能力を増していったのではないかと思われ、地形の弱点をカバーするため、 戦国の建造では複雑な土塁と堀を用いたと解説している。平城の防御能力を増すために最も良い方法は木内の様子を敵方にわからなくすることでそのために巨大な土塁を築いたのではないかと考えられている。また昨今の発掘調査で土塁、堀の構造が明確になってきた。土塁に関しては 高く積み上げるため年湿度と、レキや石を層にして交互に内側に向けて積み上げていく工法や、大堀といわれる部分では、幅12メートル、深さ4メートルと巨大な堀が発掘され、この正面には排水するための石組暗渠が確認されている。現在山品公園にある土塁跡は、東西75メートル、南北60メートル、 高さ7メートルの巨大なドルイアトがある。これは内地内の東北部に位置し、これらドルイアトは国の史跡に指定されている。また、山品本願寺は小絵図が残っており、これによると、ここや、ドルイの各コーナーには横屋がかかる太鼓屋倉のような建物が見受けられるため、単なる防御施設だけではなく、攻撃施設としても併用していたと思われている。 現在の三影堂跡推定違い寺内跡にある、蓮御商人五病所なで見つける寺山品本願寺の寺地は城郭の車に順じていて、大きく四つの区画からなる。五本寺本丸に相当。主な建物として、三影堂、向か所、神殿、阿弥陀堂等があった。現在この周辺は宅地化された上に、国道1号線と東海道新幹線が横切り。 寺跡であったことを忍ばさせるものはない。唯一東側に主要部分を防御していたドルヤトがある。内寺内二の丸に相当。越えずには家中と記載されているので、連女、実女、少女の家族等が住んでいたと思われる。南側では仏皇寺より消えした境合が寺院や田屋が建てられていた。さらにその南側では、 在家信者の町屋があったと思われる。山品本願寺の戦いの諸口というのは御本寺と内寺内の境、三つ落ちという部分から侵入を許した。献城を誇った山品本願寺であるが、一旦侵入を許すとそこは市民の生活の場であり、ろく簡単に崩れ去ってしまう。外寺内三の丸に相当。内寺内の南側同様在家信者の町屋があったと思われる。 本願寺作法の次第では、絵師、飴や、塩や、酒や、魚や等の召集が住んでいたとの記載が見受けられる。蓮女の没後は、外地内にご病所が設けられた。ナデンナデンは、蓮女の隠居施設と思われているが、2001年の発掘調査では二重の堀、土類、炸裂、溝、物見グラ風建築物跡などの防御施設が確認され、 単純な隠居施設ではなかったのではないかという指摘もある。また内部は庭園、自物道、強盗が現存しており、現在は奈伝三捨寺の南側、音羽伊勢塾町一帯に遺構が残っていてこちらも国の史跡に指定されている。寺内水底地にある純和風建物寺跡を走る国道1号線と並走する東海道新幹線。ありがとうございます。